はいどうものりさんです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日もワンコーラスレッスン一緒に勉強してまいりましょう。本日の楽曲は寺本圭介さんの折り鶴夜曲という楽曲を取り上げていきたいと思います。寺本圭介さんと言いますとね、私のこのレッスン動画のチャンネルでも以前第92回で望郷本線というね楽曲を取り上げさせていただきました。あの曲もねなかなかね詩がしみじみと、そしてメロディーもね、美しくてダイナミックで、ドラマチックでねとてもいい楽曲でした。まだご覧になってないという方もしいらっしゃいましたらね、第92回のレッスン動画の方ぜひご覧いただければなと思います。で今回の折り鶴夜曲ですけれども、前作の望郷本線と同じく作詞が鮫島先生、作曲が小田先生ということで、同じコンビでね、作られた楽曲でありますけれども、今回もね、詞がとても切なくて、メロディーも歌い映えのするね、おすすめの一曲になっておりますので、ぜひこの機会にね覚えていただければなと思います。レッスンキーですけれども、高いところがね中盤から後半にかけて出てくるんですが、まあそこは頑張って、歌ってみたいと思います。ということで寺本圭介さんと同じ原曲キープラスマイナスゼロでね、なんとか頑張って歌っていきたいと思います。それでは皆さんと一緒にね勉強してまいりましょう。はい、それでは早速区切りながら見ていきましょう。二人寄り添う暮らしを忍び、はい、まずここまで見ていきますね。最初のフレーズは優しく温かい雰囲気でね歌ってあげましょう。二人のふ、ここねゆらしを入れてあげましょう。二人よりよ、リとヨは同じ音程ですね。同じ高さの音になります。ここ狂わないようにね。二人よりそう、リとソの間少し弾んであげましょう。小さいツーが入るようなイメージですね。ここね弾まなかったら二人よりそう、ちょっとなんかベタっとする感じしますよね。よりそう寄り添う、少し弾んであげることで軽やかさが出ます。ご本家のね寺本さんもそのようにね歌われていますね。そして、寄り添うのうはね下からしゃくってあげましょう。寄り添う、で最後の伸ばしは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。二人寄り添う、はい、でそんなにねここまで息は使わないと思いますけど、ここで息継ぎ一回しておきましょう。で「暮らしを忍び」「暮らしの句」、ここも「ゆらし」を入れて「暮らしをしよう」C から「お」少し音が上がって「お」から次の横棒、発音上はね母音の「お」ですね、同じ「お」ですね、これは少し下がってきます。しよしよしのののも下からしゃくってのび、 B の伸ばしも揺らしを入れながら音量を閉じていきます。くらしをしのび、はい、では最初からここのフレーズねもう一回歌ってみます。ふ二人寄り添う暮らしを忍び、はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3のはい。二人寄り添う暮らしを忍び、はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次のフレーズいきます。君に祈りのつるをおごる、はい、ここまで見ていきますね。君に祈りの、ね、この部分は歌い出し思いを込めて入ります。君に
ちょっとこうだから重い雰囲気になりますかね。気持ちが入ってないと君に君にだらーっとポケーっと歌うんじゃなくて君に、少しこう重く重みが出る感じですね。君に、には短めですけれども揺らしを入れてあげましょう。君に、いの、祈りのいアクセントで明瞭にね、はっきりと。いの、のーで揺らしを入れて、りからの滑らかに温かく歌います。いの、り、り、りは一旦下からしゃくります。いの、り、り、下からしゃくった後、り、の、のーに向かって、再び下げてきます。いのりのいのりの、わかりますかね。りと一旦しゃくって、その後りのに向かって下げてきます。母音のいをね。りのの、の伸ばしは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。君に祈りの、はい。で、息継ぎここでもね、もう一回しておきましょう。で、鶴を折る、この部分も思いを込めて歌ってあげましょう。鶴を折る、最後のルーの伸ばしも揺らしを入れながら、最後はね、音量を閉じてきます。それと一つ注意点ですが、鶴を折る、鶴をのこのおと、おるのお、文字はね、違いますけど、発音上は同じお、母音のお同士になります。ですので、おるの方のおは必ず言い直してください。これ続けざまに、鶴を、と流れるように入らずに、鶴を、お、おって必ず発声し直す、言い直すようにしてください。鶴を折る、必ず言い直してね、鶴を折るというふうに言葉を大切に歌ってあげてください。はい、じゃあこのフレーズもう一回歌ってみますね。君に祈りの、鶴を折る。はい、じゃあ一緒に言ってみましょう。3はい、君に祈りの、鶴を折る。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次のフレーズ見ていきましょう。虫の知らせか、頬を打つ風に。はい、ここまでいきますね。虫の知らせか、ね、この部分は落ち着いて入りましょう。む、ここで揺らしを入れます。あ、それとね、言い忘れてましたけど、これ先ほど歌った最初のフレーズ、二人寄り添うと同じメロディーラインになりますね。虫の知らせか、同じメロディーですよね。で、このムーのところで揺らしを入れてあげて、ムーシのシの音し、それからラセラとセ、ここはね、それぞれ少し弾んであげましょう。の音しの間に小さいツ、ラとセの間に小さいツが入るような感じね。まあ、あんまりこうあからさまにのしらせというね、あからさまに跳ねるんじゃなくて、さりげなくこう弾む感じですね。虫の知らせんか、か、かは下からしゃくって、か、揺らしを入れながら音量を閉じていきます。そしてここもね、やはり同じように息継ぎをしておきましょう。で、頬を打つ風に、ほほ、ほとほの間ね、揺らしを入れて、ほほ、打つ、打つのう、アクセントではっきりと、打つ風、風のか、これもアクセントね、入れてあげましょう。ほほ打つ風にという感じでね、言葉を大事に。風に、風、ぜ、ぜは下からしゃくって、
風に、にも下からしゃくって、ほうほう打つ風に、にの伸ばしは揺らしを入れながら、ここも音量をね閉じてきます。はい、じゃあこのフレーズもう一回歌いますね。虫の知らせか、ほうほう打つ風に。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。虫の知らせか、ほうほう打つ風に。はい、行けましたでしょうか。はい、じゃあその次のフレーズ見ていきますね。震えて折れない千羽目のツール。はい、ここまでいきますね。震えてのふ、ここは、ご本家のね寺本さんの歌い方を聞きますと、こう息遣いを入れてらっしゃいますね。ふる、こう息を吐きながら吐息混じりですね。そうするとこう情感が伝わりますよね。まあなくてもね、ふるでもいいんだけれども、息遣いをね、寺本さんのようにちょっとここはねチャレンジして入れてみましょう。震えて、手、これ少し弾んであげましょう。間に小さいつが入るような感じで、震えて、手で揺らしを入れて、折れないのところは物悲しげに歌います。折れ、れのところ一回揺らしを入れて、な、な、なは下からしゃくって、ない、いに向かってお尻で降りてきます。折れない。最後のいは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。これは先ほど出てきた祈りのと同じ歌い方ですよね。折れない、ね、同じ歌い方になります。表現のやり方としてはね、震えて折れない。はい、そしてここでねもう一回息継ぎをしておきましょう。で、千羽目の鶴、まあ、タイトルのね折り鶴夜曲、折り鶴、この鶴というねキーワードがここに入ってきます。そして千羽目の鶴のところはその思いを込めてね、歌ってほしいんですが、千羽目のので一回揺らしを入れて鶴、この言葉を大事に歌ってほしいので鶴のつアクセントを入れてちょっと重みを出してあげましょう。千羽目のつる、最後のルーは揺らしを入れながら音量を閉じていきます。ここもう一回ね歌ってみます。震えて折れない、千羽目のつる。はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。3、はい。震えて折れない、千羽目のつる。はい、いけましたでしょうか。まあ、歌い出しのね、ふる、こう息遣いだったり、千羽目のつる、ね、このキーワードのつるというね、大事な言葉が入ってくるフレーズですんでね、もう一回一緒に歌っておきましょう。3、はい。震えて折れない、千羽目のつる。はい、いけましたでしょうか。はい、じゃあその次のフレーズ見ていきましょう。泣きながら仰いだ夜の空、はい、ね、一気に高く上がっていくところですね。最後のラの伸ばしのところはね結構大きめに歌うところ、まあ後でまたもちろんね説明しますけれども、大きく歌うところですけれども、
結構ね声は張って出さないと出ない、それぐらいの高さと、まあ、ロングトーンですんでね、ただ張りすぎるとね音が割れてしまいますので、皆さんカラオケで歌うときにはハンドマイクね手に持って、マイクね、歌ってると思うんですけれども、ここはこう離していってね音が割れないように工夫して、もらわないといけないところですね。こういうのマイキングと言いますけれども、で今これ私ねこう弾き語りで、マイク持つわけにいかないのでマイクは目の前にこう固定しておいてやってるんですけれども、ですので自分がこう後ろへのけぞるような感じで、マイクから離れるようにしては歌っているんですけれども、それでもこうのけぞる限界というのがありますので、もしね、音を割れてるようだったらちょっとここはね、申し訳ない聞き苦しいところもしありましたらごめんなさい。そこは最初にねお断りしておきたいと思います。はい、じゃあこのフレーズね見ていきますけれども、最初の泣きながらの部分は割と軽めで、歌います。泣きながら、あんまりそんな情感込めるでもなくね割と軽めです。でなーとキーの間これ小さい2を入れて少し弾んであげましょう。泣きな泣きな、こんな感じね。これ弾みがないと泣きな泣きながら、ちょっとなんか押さえつけた感じがありますよね。泣きながら、ガーとラーは同じ音程になりまして、ガラー横棒母音のアで降りてきます。ガラー、そんな長く伸ばさないところですけれども揺らしを入れてあげましょう。泣きながら、そして、仰いだ、ここまでねそんなに息使ってないと思うんですけども、その後夜の空のところで息使えますから、仰いだでももう一回息を吸っといてもらって、ちょっと息のね貯金をしといてください。泣きながら仰いだ、ね、仰いだって入る前にもう一回息継ぎをして貯金しときましょう。まあ、もちろんねここ吸わなくても後のところも、私いけるわという方はね、元からこう声量がある方は無理に吸う必要はありません。ただアマチュアの方でね息の持ち方持ちようというかね、息の量が限られてくる、そんなに私伸びないんだよねっていう方はここで吸っておくことをおすすめします。でその次の仰いだ、この部分は情感を込めて歌ってください。で最初のあーからおー、結構音の高さがね変わるの分かりますかね。低い、分かりやすく音名で言うとラーの音からラー、その次の高い1オクターブね、専門的な用語で言うと1オクターブ上のラーまで結構な音の跳躍があります。ですからあおあおって歌うと不自然なので、あおおおは下からぐいーっとしゃくってあげます。あおいだがあおお、下からぐゆーんとねしゃくり上げます。あおいだが、いとだ同じ音程ですね。いだが母音のあ、横棒のところですね、母音のあで下がってきて、ここもそんなに伸ばしませんが揺らしを入れます。あおいだ、はい、で情感を込めてと先ほどね、言いましたですけれども、ご本家の寺本圭介さんの歌唱をねここをよくこう研究して聞くと、んだのところでこう息遣いで降りてくる感じなんですね。ゆっくりやるとあおいだ、こんな感じですね。ただねここを息遣いでって言うと意識しすぎると難しいと思うんですよね、先ほど出てきた震えての時は歌い出しだからねちょっと意識もしやすかったですけれども、仰いだいだのねこの語尾のあたりでこう息遣いを入れるっていうのはなかなか難しいので、まあ、あんまりそこはね意識せずにできる方はチャレンジしてみるということにしておきたいと思います。仰いだ仰いだ、こんな感じですよね。仰いだ、まあ、このあたりはね、ご本家の寺本圭介さんのお歌をね CD 等ね、買っていただきまして繰り返し聞いてね研究して、見てほしいなと思います。この次のね夜の空のしんどいところ行く前に泣きながら仰いだ、ここだけちょっとさっき歌ってみましょうか。もう一回歌ってみますね。泣きながら仰いだ
はい、一緒に行ってみましょう。3、はい。泣きながら仰いだ。はい、いけましたでしょうか。さあ、そして、このフレーズの中の主役と言っていいでしょうね。この夜の空のとこね、いよいよ入っていきましょう。夜の空、まず最初の夜の陽はアクセントで勢いをつけて入ります。よという感じなんですが、イの口の形からよと発音します。いよ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 、こんな感じですね。夜るのところで揺らしを入れて、のののは下からしゃくって、夜のそで、こうぐーっとここはスケール感を出して大きく歌っていきます。夜の空、らしゃくった後、しゃくってらと入った後、ここは伸ばしの後半で揺らしを入れていきます。まあ、その伸ばしの後半も後半かなり後ろです。だからまっすぐ伸ばしている時間帯が結構長いと思ってください。夜の空、こんな感じですね。でこのラーのね、伸ばしのところは、空高く声を届けるような、そんな気持ちで伸びやかに歌います。夜の空、はい、ここだけ最初一緒に行って、ここだけね、一緒に行ってみましょう。3、はい。夜の空、行けましたでしょうか。もう一回行きましょう。3、はい。夜の空、はい、行けましたでしょうか。では泣きながらからね、つなげてみましょう。もう一回私ね、歌ってみます。泣きながら仰いだ、夜の空、はい、じゃあ一緒に行ってみましょう。泣きながらから、3、はい。泣きながら仰いだ、夜の空、はい、まあ、大事なところなんでもう一回いきましょう。3、はい。泣きながら仰いだ、夜の空、さあどうでしょうね。この部分は繰り返し繰り返しね、しっかりと歌えるように練習してみてくださいね。はい、ではその次のフレーズ見ていきます。折り鶴よ羽ばたいてくれ、幸せをいざなってくれ。はい、ここまでいきますね。折り鶴よね、折り鶴夜曲というタイトルのキーワードがここでね出てきました。このフレーズははっきりと、そしてしっかりめで歌えます。折り鶴よ、よのところね短いですけど少し揺らしを入れて、折り鶴よ羽ばたいてくれくれ、例の伸ばし横棒のところもね揺らしを入れてあげましょう。でこの部分はね、はっきりとって言いましたけれども、口の開け方ですね、滑舌パクパクをね意識して歌ってください。それに加えてここは、リズム通りに、音リズムとね、専門的には言いますけれども、リズム通りに歌ってください。ここでね、音をこう溜めたり前早乗りしたりね、遅く溜めて歌ったりとかしないようにしてください。リズム通りに歌ってください。折り鶴よ羽ばたいてくれで、息継ぎをして幸せをいざなってくれ。この部分はですね、先ほどの折り鶴を羽ばたいてくれ、ね、しっかり目で歌ったこのフレーズに対して、幸せをいざなってくれ
ていうところは少しこう落ち着いた雰囲気で心から願うように歌います。だから純粋な音量を聞き比べた場合に、折り鶴を羽ばたいてくれよりも幸せをいざなってくれの方が少しだけね、気持ち音量が落ちると思ってください。幸せを、ここも揺らしを入れて、いざな、な、な、ね、ここ下からしゃくって上がります。なってくれ、くれ、くれは同じ音程で、くれ、母音のえで下がってきます。くれ、最後のえのところね、そんなに長く伸ばしませんけれども揺らしを入れてください。それからこの幸せをいざなってくれもリズム通りに歌ってください。リズムを崩さずに、オンリズムでね、歌ってください。幸せをいざなってくれ。はい。では、折り鶴よからもう一度歌ってみますね。ちょっとここはね、リズムも忙しくなるところなので、少しゆっくりめでまず歌ってみます。折り鶴よ羽ばたいてくれ、幸せをいざなってくれ。はい、まずこの少しゆっくりめの速さで一緒に行ってみましょう。3、はい。折り鶴よ羽ばたいてくれ、幸せをいざなってくれ。はい、いけましたでしょうか。じゃあ次は少し早い目ね、本来ぐらいの速さでいきます。3、はい。折り鶴よ羽ばたいてくれ、幸せをいざなってくれ。はい、いけますかね。ちょっと難しいですよね、ここね。言葉も結構文字数があってリズムも刻むような感じでね、リズム通りに歌わなくちゃいけないんで、なかなか難しいところかと思いますが、もう一度一緒にいきましょう。3、はい。折り鶴よ羽ばたいてくれ、幸せをいざなってくれ。はい、いけましたでしょうか。まあ、できるまでね、繰り返しちょっと巻き戻しをしていただきながら、繰り返しね、何回も何回も練習してみてくださいね。はい、ではその次のフレーズ見ていきます。永遠に果てることはなく。はい、最後のフレーズね、見ていきましょう。先ほど一つ前に歌ったフレーズね、折り鶴を羽ばたいてくれ、幸せをいざなってくれと、こう心からこう切々と願うフレーズ歌ってきましたね。そこを受けて永遠にっていうのは、落ち着いて一旦ね、落ち着きます。永遠にといきなりね、こう大きく歌うんじゃなくて、落ち着いて永遠に。最初の絵はアクセントを入れときましょうかね。と抜けた感じじゃなくて、永遠にの次のね、横棒の伸ばしは揺らしを入れます。で、次の次の永遠の A もおアクセントを入れて入って、永遠に、やはり2の伸ばしは揺らしを入れます。で、文字だけ見たら同じ永遠にと繰り返すんですが、まあ、大体同じ文句がね、出てきた時には全く同じで歌うんじゃなくて、どっちかを大きく歌うっていうのはまあパターンですね。で、大体のパターンは、後の方、2回目を大きく歌うことの方が多いです。まあ、もちろんね、例外、2回目の方が小さく歌う場合もありますけれども、このフレーズを見てもらうと、永遠にのフレーズに対して、永遠にと上がっていきますよね。上がっていきますから、こちらを大きく、ね、少し大きく歌うと思ってください。永遠に。そして、果てるの手前でしっかり息継ぎをしておきましょう。果てる。果ての間ね、小さい通を入れて少し弾むような感じですね。で、果てることはなくの部分ははっきりと、そして大きくスケール感を出して歌いじまっていきます。
はてるるのところゆらしを入れて、ここのところアクセントです。音も高いですからね、しっかりとアクセント入れて、ことととは下からしゃくります。ことはなななから次の横棒、横棒は母音のあですね、これ上がっていきます。なくー、最後の空の伸ばしは伸ばしの後半で揺らしを入れながら、音量ね閉じてしまっていきます。ここ伸びやかに歌ってくださいね。果てることはなく、こんな感じですね。あ、言い忘れてました。最後の空もね、少ししゃくってあげた方がいいですね。ことは長くくとね、最後もう少ししゃくってあげましょう。果てることはなく、はい。では永遠にからね、つなげて歌ってみます。永遠に永遠に果てることはなく、はい、じゃあ一緒に歌ってみましょう。永遠からね、3、はい。永遠に永遠に果てることはなく、はい、いけましたでしょうか。まあ、最後もね、大事な印象的に終わるね、大事なフレーズですから、もう一回一緒にいきましょう。3、はい。永遠に永遠に果てることはなく、はい、いけましたでしょうか。かなりね、最後しんどいですよね。私も今ちょっとこう歌いじまいで音程下がっちゃいましたけど、なるべくね、音程下がらないようにね、頑張って、伸びやかにね、歌いじまってくださいね。はい、それでは頭からワンコーラス一緒に歌ってみましょう。今から3回歌います。1回目はレッスンキー、寺本圭介さんと同じ原曲キープラスマイナス0で歌っていきたいと思います。で、2回目は、原曲キーだとちょっと高いなという方のためにマイナス1、1つ落としてマイナス1で歌ってみたいと思います。そして3回目は女性の方向けにキーを4つ落としてマイナス4で歌ってみたいと思います。それでは1回目レッスンキー、寺本圭介さんと同じ原曲キープラスマイナス0で歌ってみましょう。3、はい。二人寄り添う暮らしを忍び、君に祈りの剣を折る。虫の知らせか頬打つ風に、震えて折れない千羽の鶴、泣きながら仰いだ夜の空。折り鶴よ羽ばたいてくれ、幸せを誘ってくれ。永遠に永遠に果てることはなく、はい、レッスンキー
寺本圭介さんとね同じ原曲キープラスマイナスゼロで歌うと今のようになります。なかなかね原曲キーだとちょっとこう上の高いところがねしんどいなという方が、比較的いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ私の感想ではだいたいね男性でも一つぐらい下げて歌う方の方が意外と多いんじゃないかなと思います。ですので、2回目はマイナス1で歌ってみたいと思います。3、はい。二人寄り添う暮らしを忍び君に祈りの鶴を折る虫の知らせか頬打つ風に震えて折れない千羽目の鶴泣きながら仰いだ夜の空折り鶴よ羽ばたいてくれ幸せを誘ってくれ永遠に永遠に果てることはなく。レッスンキーからマイナス1、寺本圭介さんの原曲キーからねマイナス1で歌うと今のようになります。まあ、男性の方でもねこれぐらいの方が歌いやすいんじゃないかなと思います。で歌い込んでね原曲キーでもいけそうだなと思ったらねまたキーを上げてみられたらいいかなと思います。練習の時はねマイナス1ぐらいでちょっと楽に歌った方がねいいかなと私は思います。続きまして女性の方向けにキーを4つ落としてマイナス4で歌ってみたいと思います。ただね、マイナス4でもおそらく大体の女性の方は高くて歌えないかもなという、ね、気がします。音域がねとても広い曲ですので下げても下はかなり低くなるし、上はまだ高いしというような感じでねちょっとジレンマなんですけれども、本来だったら多分女性が歌うにはマイナス5あるいは6ぐらいまでね下げないとしんどいかなと思うんですけれども、そこまで下げてしまうとね私がちょっと低すぎて歌えなくなりますので、私がまあ歌になる限界の低さというところでマイナス4でね、今回はちょっとね勘弁していただきたいなと思います。ということで3回目はマイナス4で歌ってみたいと思います。3、はい。二人寄り添う暮らしを忍び君に祈りの鶴を折る虫の知らせか頬打つ風に震えて折れない千羽目の鶴泣きながら仰いだ夜の空するよ羽ばたいてくれ幸せを誘ってくれ永遠に永遠に果てることはなく
はい、女性の方向けにマイナス4で歌うと今のようになります。おそらくね、先ほども言いましたが、これでもちょっと高いんじゃないかなと思いますので、カラオケでね、それぞれ歌われる時にはマイナス5、マイナス6とね、下げて歌ってみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか。折り鶴夜曲、寺本圭介さんの前作のね、望郷本線もとても素晴らしい楽曲でしたですけれども、今回のね、折り鶴夜曲も心にしみる、そして歌い応え十分なね、楽曲になっていますよね。鮫島先生の素晴らしい詩と小田先生のこのドラマチックなメロディー展開がとてもいいなと思ってね、聞いておりましたですけれども、そして何よりもこの曲を繊細に、そしてこうドラマチックに歌い上げる寺本圭介さんの歌唱力がまたいいんですよね。ぜひとも皆さん CD 買っていただきまして、お聴きいただければね、覚えていただければなと思います。でですね、歌い方のフレーズごとの細かい歌い方に関しましては、本編の方ね、今一度繰り返し復習しながら聞いていただくとしまして、今回の終わりのコーナーではですね、高い音程を出す時の注意点についてね、述べておきたいと思います。今回のね、楽曲で言いますと、夜の空、この部分ね、印象的に高く上がっていくところでしんどいですよね。高くてなおかつ長く伸ばさなきゃいけなくてね、しんどいところになりますけれども、この高い音を出す時の注意点ですが、必ずこう胸を開いて、そして顎は上げ気味で歌うようにしてください。イメージで言うと、斜め上方向に向かって声を飛ばすような感じだと思ってください。もしかしたらですね、中には小学校とか中学校のこう音楽でね、歌の授業の中でね、高い声を出す時に顎を上げたらダメよって教わった方もいらっしゃるかと思います。詳しい説明はね、長くなりますのでちょっと割愛させていただきますけれども、学校の音楽でね、歌の授業で教わった時っていうのは、頭のてっぺんから声出しなさいよって言われたことがね、ある方もいらっしゃるかと思いますが、この発声の仕方の時は顎は上げないんですよね。ですけれども、演歌歌謡曲っていうのはしっかりと声を張って、胸を張って、高い音は出していった方がいいので、基本的には顎は上げないんではなくて、顎は上げると思ってください。で、この時にですね、あまりにこう高さの苦しさからですね、ちょっと体がこう前鏡というか前傾姿勢になって顔を上げてしまう方がいるんですけれども、それでは意味がないんですね。お腹が締まってしまいますからね。姿勢は正しくまっすぐです。首だけ少し後ろへね、傾けて、結果的に顎を上げる、声は斜め上に飛んでいく、そんな感じでしっかりとね、声を張っていただければなと思います。で、それでもどうしても出ない場合は、その高さね、自分のキーに合ってないということですから、その場合はキーを適宜1つ2つとね、下げていってください。もう一度言いますね。キーを自分の適正の高さに合わせた上で、これが前提ですね。この前提のもと、高い音程の時には、首を少し後ろへね、傾けて、顎を上げて、イメージで言うと胸を開くような感じで斜め上に向かって声を飛ばしていってください。これでね、高い声がしっかり出せるようになるかと思います。まあ、それ以上のね、詳しいことは皆さんね、それぞれ、カラオケ教室等々でね、習っていらっしゃる方は、それぞれ皆さんの先生あるいはボイストレーナーのね、先生にお聞きいただければなと思います。拙いレッスンではございましたが、皆さんの歌のお勉強に少しでもお役に立てましたならば幸いです。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回のレッスン動画でお会いしましょう。